山下義和は、和歌山県出身の元プロ野球選手。ポジションは、外野手。和歌山中時代、1927年春、1928年、春夏、1929年春、1930年、春夏、1931年春の、K7 度甲子園に出場し、1927年春に、優勝。 1928年春に準優勝した。1928年は5番中堅守、1929年は4番投手、1930年は3番投手、1931年は3番中堅守を務め、チームの主力として活躍した。1928年夏の佐賀中学戦と、1930年夏の北海中学戦では、 それぞれホームランを打っている。なお、1930年夏のホームランは、夏の大会史上3本目の満塁ホームランである。甲子園通算は15試合60打数9安打、12塁打、2本塁打、打率、150。なお春の選抜には1927年からは5年連続で出場しているが、これは現在の学生では更新される可能性のない。 珍しい記録である。卒業後の1932年、慶応義塾大学へ進み、主軸打者として活躍。東京六大学リーグ通算42試合出場、156、打数44安打、打率、282、0本類打、23打点。慶大卒業後は、日本政党に勤務していたが、阪急の村上実る球団代表に勧誘され、 和歌山中時代にバッテリーを組んだ島本義文と共に結成されたばかりの阪急に1936年に入団した。阪急では同じく慶応義塾で活躍した宮武三郎や同世の山下実らと共にチームの主力として活躍。チャンスに強く1936年春夏、1937年春、1939年は チーム内で最多打点を記録している。1940年4月6日に西宮球場で行われた半球南海戦は半球がプロ野球チーム1試合最多得点記録を樹立して32対2で対象したが山下はこの試合に4番最抑手として出場6打数4アンダー2打点と打ちまくり黒田健吾と共にチーム最多の5得点を記録している。 堅実高打の外野手で戦前の阪急を語る上で外すことのできない選手である。1943年に対談。ありがとうございます。